今年は日本の花火業界を牽引してきた日本煙火芸術協会が設立60周年を迎えることから、大曲の花火実行委員会が日本煙火芸術協会とコラボして日本の花火の技術の粋を結集した一般社団法人日本煙火芸術協会60周年記念事業花火をお届けいたします。それではここで日本煙火芸術協会についてご紹介いたします。一般社団法人日本煙火芸術協会は1959年青木栄作が業界初の王者褒章を受章し、これを契機に花火芸術の追求という目的で11名の同志により結成されました。協会への入会には花火競技大会での優勝経歴を持つという条件が課せられています。それゆえに会員は日本花火界の最高峰に位置し、常に日本の花火をリードしてきた花火師でもあります。本日は花火の歴史を紐解きながら、日本花火を進化させてきた会員が開発した芸術花火の数々を順にご覧いただきます。どうぞ最後までごゆっくりとお楽しみください。江戸時代後半に生まれた日本打ち上げ花火、その後多くの花火師が命さえも顧みず強い情熱を持って進化させてきました。ここでは伝統レガシーとして江戸後半から日本打ち上げ花火の大部分が完成された昭和の時代までを振り返ってまいりましょう。まずは現在の多くの色を使った賑やかな花火とは異なり、日本花火の原点である和火と呼ばれる江戸時代から続く花火を中心にご覧いただきます。江戸時代の花火は主に和火で、炭が燃える時の淡いオレンジ色の光が尾を引き丸く広がるのが特徴です。硝石、炭、硫黄の3種類の薬品のみで作られる浮世絵にも描かれている日本古来の花火です。和火のその奥深さと幻想的な美しさからは、日本のわびさびを感じることができ、ノスタルジーな世界へと皆様を誘うことでしょう。今少しの時間、花火の原点に戻り、江戸の情緒を感じながらお楽しみください。それではどうぞ。
明治維新以降色彩が加えられ、それ以降も花火師の飽くなき探求が始まります。花火の宮殿を利用し輪を描く花火や、チタン合金を花火に利用したヤシという花火が1970年代に開発されました。ヤシは当時画期的で花火業界に大きな影響を与え、現代あらゆる花火大会でも見ることができます。さらにこの時代から色の材料に金属を加えるなど、より鮮明な色が研究され、たくさんの彩り豊かな花火を短時間に連続して早く打ち上げるスターマインが花火の主流になっていきます。ここでは花火師の探求心がもたらした花火の彩りをお楽しみください。花火師たちの向上していく花火技術は色彩だけにとどまりませんでした。新しい形への挑戦、そして数多くの新しい表現方法も生み出したのです。本日は釣り物、洋楽、鉢、千里など古典花火の神髄をご覧いただきます。今なお受け継がれる日本の花火技術の技の結晶をお楽しみください。それではどうぞ。Thank you.
日本演歌芸術協会会員は、皆様にはおなじみの丸く大きな花を咲かせる割り物という花火以外にも、さまざまな花火を研究し続けました。ここからは、割り物とは異なるバリエーション豊かな会員たちの作品の数々をご覧いただきましょう。まずご覧いただくのは、いろいろな色の小花が一斉に開くのが特徴の千輪菊と呼ばれる花火です。また千輪菊の中でも光をパラシュートで釣る特殊技術の松島もご覧いただきます。それではご覧ください。まずはわびさびの花。
八重新パステルカラー新銀河室。近年、花火の発射はコンピュータで制御されるようになりました。100分の1秒レベルで発射タイミングをあらかじめプログラムしておくことができるのです。発射タイミングの制御は、制御する弾数が多いと作業量も膨大になるため、より高度な技術になりますが、花火の演出を自由なものにしました。音楽とタイミングを合わせて花火を打ち上げ、文字通り音楽と花火を一体化することができるようになったのです。これは花火演出にとって大きな一歩となりました。次のプログラムは舞です。単なる技術的進歩を超え、芸術にまで昇華させた花火表現で、チャイコフスキー白鳥の湖の幻想的でダイナミックな情景に迫ります。音楽を深く理解し、曲の持つ一つ一つの細やかな情景を花火という手段を使って繊細に表現された、クラシック音楽と花火のコラボレーションをどうぞお楽しみください。Thank you.
煙が晴れるまでしばらくお待ちください。